松江市、コミュニティバスは、島根県松江市で運行している、コミュニティバスである。一部の路線は、鳥取県境港市にも乗り入れているが、元町を除き、境港市内のみの利用はできない。愛華タクシーに運営が委託されている。津の森駅発の便、土日祝日の便は、全便予約型運行。三輪タクシーの担当車両セータクシーに運営が委託されている。 全線予約型運行に切り替えた。予約型運行路線は、東エリア、西エリアの2つがあり、予約のあった各地区の乗降場所と秋鹿市街の秋、鹿町駅など5カ所を結び、予約のない便は運休となる。また予約型運行路線は、土、日祝、8月13日から15日、年末年始は運休。愛家タクシーに運営が委託されている。 全路線日祝、8月13日から15日、年末年始は運休。日本交通に運営が委託されている。全路線日祝、8月13日から15日、年末年始は運休。日本交通に運営が委託されている。曜日により、空山線、南駐車場、大川端線のどちらかが運行される。愛かタクシーに運営が委託されている。 一畑バス変区線の廃止に伴い、循環線、上甲部線、変区線に大幅見直し、初見交通に運営が委託されている。なお、ノイと沖パクの双方を回る便もある。通称ミホノ関町民バス。自家用自動車による有償運送路線で、サンライズミホノ関に運営が委託されている。イいアタクシーに運営が委託されている。東西循環線と南北線。 私立病院線ともクリーンサービスに運営が委託されている。全路線年末年始運休。クリーンサービスに運営が委託されている。全路線日祝運休。日本交通に運営が委託されている。2018年4月1日から、島内ほぼすべての地区と鳥取県境港市を結ぶ、経路に変更された。全路線日祝、8月13日から15日。 年末年始は運休。初見交通に運営が委託されている。全路線日祝、8月13日から15日。年末年始は運休。ありがとうございます。